一羽二塚山地は、九州南東部の太平洋沿岸において、直径約 40km の範囲に広がる山地である。南中山地、あるいは日南山地とも呼ばれる。北東部海岸沿いの清武川と広渡川に、挟まれた山海は特に、宇土山地と呼ばれる。クリップ羽二束山地周辺羽二束山地の北側には、宮崎平野、西側には、都の縄文地、 南西側には、肝付平野が広がり、東側は、日向灘に面している。宮崎県宮崎市、日南市、串間市、三又町、宮古の城市、鹿児島県渋市市、総市にまたがる。帯杉の産地でありすぎの植林が進んでいるが、山頂付近には、赤菓子や、宮間市君の天然林も残されている。野生わさびや、山藩の木の日本における南限となっている。 ワニツカ山地の地層は複雑に集局しており、童貞が困難な場所も多いが、おおむね西部及び、南部は四万十層群、北東部のウド山地は宮崎層群と呼ばれる地層からなっている。これらの地層が第三期に隆起して山地となった。ウド山地は西側の隆起が大きかったため地層が傾いており、特に東側斜面において地層面に沿った地滑りが起きやすくなっている。 小倉岩尾わ編、ゆうの城盆地及および、周辺の植物みやの城盆地植物愛好会、1998年、横山純一、宮崎の地理、宮崎の自然相関号、坂本森九1989年、町田洋ほか編、日本の地形七九州、南西諸島東京大学出版会、2001年、i s b n 四から十三から零六四七一七から、 松本達郎ほか、日本地方地質市九州地方、朝倉書店、1973年。ありがとうございます。